りちゃん、ひかりちゃん、それより、冷戦の FF 使用化作業終わったからさ、機体を一旦外へ出してみたいんだけど。ありがとうございます。じゃあ早速エンジン始動しますね。うん。それでタキシングで前進させて。はい。じゃあこっちも用意セット。扉オープン。ま、パッと見は変わんないはずだけどね。投稿時に慣らしてみてほしいから、とりあえずシャワーでも浴びてきなよ。先に。私は工具とか少し片付けてから行くから。わかりました。サイコさん。本当に、ありがとうございました。はーい、どういたしまして。広沢さんを認めてあげて、というのね。それは、ゆうべも話したけれど、私とこいつで一晩考えもしたんですけどね、広沢がバイトで無理しないようになんとか私たちでフォローできないかって。広沢は努力して上手くなる気満々なんですし、支えてあげたいじゃないですか。それは詭弁に聞こえるけれど、それはそうね、どちらかといえば楽しみたいから、私が参加することで校内予選を盛り上げたいから。ナオコ、私も光と飛びたいです。そうすればもっと楽しそうです。もう完成しちゃった FF 仕様の冷戦。あ、ごめん、私たち広沢の。ううん、ありがとう、心配させてごめんね。ありがとう。というわけで、ナホコさん。はい。私、みんなと一緒に FF やりたいです。バイト、無理ない程度に頑張りますし、いっぱい練習します。みんなの邪魔にならないようにします。だから。これじゃまるで私が一人で広沢さんの参加に反対しているみたいじゃない。広沢さん。はい。バイトと練習の掛け持ちで大変になるわよ。休日も特訓になるでしょうし。大丈夫です、スタミナには自信があります。じゃあ約束して、睡眠時間はきちんととること、お昼抜きもダメよ。当番だって、きつい時があったら、無理せずに相談すること。それでいいかしら？はい、約束します。私たちを頼りにしていいんだからね。にしても、FF 使用機をうまく飛ばせないことで、悩むことになるかもしれないわよ。私のメンタル、底抜けに前向きなので。悩むぐらいなら飛んで覚えます。
あ、自覚あったのね。底抜けポジティブ&アクティブ。なら、ビシバシ鍛えさせてもらおうかしら。一緒にやりましょう。よろしくね、広沢さん。いきなり抱きついてきて、なんだかこうしたくなりました。うんうん、私もこれからは空の上でもよろしくね。喜んで。こうなってくると変態燻製の練習も急務かしら。言ったでしょ、私も初心者なのよ。おのおのの技量向上はもちろんなんだけれど、 FF について調べれば調べるほど個人技だけでは難しいと思えてきていたのよ。私に聞かないでよ。まあチームメイトとの連携は重要だけど。アキコさんに教えを食うという手もあるのでしょうけれど、まだ腰の具合は良くなっていないのよね。そうよね、仮に動けたとしてもアキコさん相手では個人技の練習にしかならないだろうし。座学で教えていただくにも実感を伴わせるには不足いよね。いいわ、一つ当てはあるから。あ、なんかまた嫌な予感がする。